釣れへん。はい、皆さんこんにちは、島正樹です。さて、これをね見ていただいてるこの4月に入ってどうですか、皆さんの釣りは落ち着いてこうバスが釣れるようになってきたでしょうか。実はね今回、この3月このビデオの分のね取材の時っていうのはね本当に日本中ちょっとお天気がおかしかった、そのおかしかったっていうお天気の中でねちょっと僕が取材にね困ってる様子、まずそれからねちょっと見てください。はい、皆さんこんにちは、下村正樹です。ね今がねもう朝の10時ですよ、10時。今日ね3月の8日、琵琶湖のね春の釣りをしてみようと思ったんですけども、なんと天気予報では今日とね明日、それと明後日にかけてがこれ寒の戻り、とんでもないですよ。昨日のね気温から比べると昨日がだいたい15度あったんがね今日は6度らしいです。もう完璧に冬に舞い戻ったという感じなんで、この寒の戻りの中、今日一日僕が一日というかもう今10時やからね、10時からどんな釣りをするか、まあ見ててください。寒いここまで走ってくるだけでほんまにこの寒の戻りのこの寒さっていうのは応えるね、ちょっと体がねあったかいところに慣れてきたから。さあこれで先月号でこうちょっとお見せしたようにね、ちょっといつもよりかこうステージで釣れるね、季節感が早なってたと。ほんで今日ちょっと、ステージからね、ほんまはいつも例年僕の感覚ではね自分の誕生日3月の7日ぐらいを目安にしてステージの釣りが始まるんだけど、今年は1ヶ月ほど早うにその釣りをしてしもた。ほんでそれでほんまのその自分の感覚的な3月のステージの釣りで今ちょっとやり始めて、ほんで今日のこのお天気の条件、昨日まで16度やった、15度16度、それが今6度、だからそこで何かが変わってるかっていうのもあるし、ほんで、ワールド戦に行ってたんで、ステージ2月のそのステージの釣りをしてからしばらく僕はこの場所で釣りをしてないんでね、だからちょっと様子見ながら、魚は今から僕が回るエリアにはこれから春のこの場所で、近づいては来てると思うからどないかしてそれを取っていく、まあうまいこと取れたらラッキーみたいな感じでね。と言うてでもね、とりあえずね寒い、今のね水温は 7.2、 だから2月の時に7度あったらええのにな言ってた7度とはちょっと意味が違う 7.2 度かもしれんね。コロナに近くかあったかかって水温が上がったはずやし、ほんで夕べからの冷え込みでちょうど昨日の夕方ぐらいからねすごい冷え込んできて、その冷え込みで下がった 7.2 かもしれんし、そこら辺がね同じ1ヶ月前の7度あったらええのになー言うてたその7度と意味が違うかもしれん。今回みたいにね急にこう寒さが戻った時とかで、しばらく僕はここで釣りをしてないからね、こう例えばこのステージの釣りでも
ある程度思い込んで捨てなあかん釣りやから、ちょっと頭の中でひょっとしてなとか、あかんのちゃうやろかとかいうね、そういう気持ちが頭の中で出てくるし、こういう時にはね、こうルアー変えていくタイミングとかがたまたまうまいこと当たった時はね、波乗れんねんけど、だから10時過ぎから釣り始めて、お昼までの間になんかその日の釣り方が絞り込めたら、だから今ここちょっとやったエリアのとこをこうステーシーの釣りから今度ちょっとねラバージグとかで一回念のために、今ラバージグはねだいたい水深2メーターちょっとぐらいのとこに入れて、自分が気持ち的に狙ってるのはね3、4ぐらいの深さ、3メーター、4メーターぐらいのとこを重点的にやる気持ちで、ちょっと深場が周りに絡んでるとこはラバージグでチェックして、まだちょっとこの全体的にシャローエリアが近いとこはステーシーで、でこっからはねまたちょっと岸寄りにディープが入るから念のためにラバージグ、で今はここラバージグで流した時にさっきも言ったみたいにこう寄ってきてて水温下がってなんかで食わへんみたいなんで、大体ノーマルなっていうか、そのスポーンに向かう魚の一羽の付き場でね、3から4、この沖ノ島やったら3から4のラインへラバージグ入れて、ステーシーには反応せえへんけどラバージグにっていうのを期待してやって、で当たりがないから今度はもう一つ念のため、もう一つ手前深いとこ、今度はだいたい567のとこ、567のとこをチェック。こっちの先に流した側もねラバージグでは34しかチェックしてないんで、こっちも念のためにね567、さあこれでね釣り始めてだいたい1時間40分、今ねまだ1回も気配はないし、ちょっとこれでね場所移動、よいしょ、今はこれ沖ノ島の北川の岩場へ来てたんですけどね、これから向こう伊崎不動の方へ移って同じことをちょっとチェックします。沖ノ島のこう北の岩場が水温がね 7.2、 こっち側がね 7.5、 ちょっとこっちの方がだから2月の時来た時とは条件反対ね、こっちの方が低くて沖ノ島の方が水温高かったし、ね、今日の状態でやったらここへなんかこれ雪解けの濁りかな、大道川の方から入ってんには思うけど、すごい濁ってます。でもう今気持ちの中ではねメインがラバージグの方には行ってんだけど、やっぱし念のためにステーシー、これでコーンと来てくれたら楽やからね。これでね今長明寺側の岩の方へ来てるんやけど、こっちも濁ってるから、これひょっとしたらあれかな、さっき伊崎不動の方が大道川の方の濁りかな思うんだけど、長明寺の濁りかもしれんな、これ長明寺川の濁りかな。
西から吹いてきたの。よいしょ、ここ戻ろう。これで風が立ってきたら危ないわ。北から違ってこう立ってきてさかいな。皆さんこんにちは、下野咲です。今回はね、ここ和歌山県のね、古座にある、七川ダム、早春のね、ダムの釣りをやってみたいって思ってきたんですけども、なんとすごいですよね。戻り寒波、3月の今日10日なんですけども、昨日ここら辺でもね、大雪です。この和歌山のもう本当紀伊半島潮岬にかけてのね、一番きつかったところはね、須佐見あたりでね、道もう海沿いですよ、道にこれぐらいもう明け方にね積もって、近畿地方いうんだね、もう京都市内もすごい雪やったし、もうそれから舞鶴、その日本海側もう山陰にかけて北陸にかけて、また大雪になってるっていう状況で、今日の釣りになるんですけども、だからね、ちょっとここら辺であったかい、紀伊半島でね、あったかい思ってきたんですけど、ちょっと当ては外れてしまった。本当のこれが最後の寒波かもしれないんで、ちょっとタイミング悪いかなって思うんですけども、ほんでこのダム自体はね、僕やるのがもう全く初めてなんで、どうなるかわからないんですけども、今日あそこのね、ボート落とし場見ても分かるようにね、相当の数のボート、みんな釣りに来てるんで、その中でどんな結果が出せるか、一回やってみます。今ボート出したんがね、9時半ですよ。潮岬のビジネスに泊まってて、そっからね、26キロかな、山の中へ。で、今ボートを下ろすところから、今ボートの後ろが、ダムサイド側です。で、今上流部に上がって、本流筋と支流の分かれのとこ、その近くがこうボートを下ろす場所で、ちょっとね、本流筋っていうのは初めてやから、絞り込み方が分からへんから、支流側も大きさがどんなもんやいのも分からへんし、あれやけど、とりあえずこの本流をずっと上行くのには時間があれやから、支流筋でちょっとなんかパターン的なもんがないかっていうのを見ながら行きます。このちょうど赤い橋がかかってて、この分かれてるとこ、この分かれのとこから、こっちが支流やって聞いたんでね。結構みんな走り回ってるいうことは釣れてんのかな。いつもの状態を知らんねんけど、なんかちょっと濁り気があるような感じだし。水温はね、今現在で10度です。水温は10度あるから、ちょっと流していって、お昼までに何かパターンが見つかったらね。あ、全くこう初めてやから、ボトムの状態とかも分からへんしね。とりあえずは流していって、何か気になるボトムとかがあったらそこをチェック。
どうですか、開きません？いや、開けません。急にまた寒なったんかな。昨日ね、あのすさみのとこ雪すごかったよ。向こうから、ま、昨日の朝方に走ってて、はい、雪海沿いでこんなあったもんもうどないしようかな。ほら、今ここ合流地点からちょっとね入って流し始めて、今ここのエリアがちょっと地形的に変化があって、でなおかつこの大きい岩盤とかね、はっきりするもんがあって、でその前に立ち木があってっていうところで、今ずっとステーシー流しててんけども、このちょっと景色の大きいところで、だから初めてやから、ここで一回ラバージングなりテキサスなり上向けでちょっと水の中も見とく。うわ、風がきつい。その探してる間はね、よしよしでルアー変えていって、初めの間はね手間暇かかりますよ。だから今これでこの1個支流運が分かれた方のね、こう入り口の大雑把な景色をチェックしてて、今のところ当たりないから、だからダム全体見てこう絞り込んでいくときにね、しんどいさがいにこう一個こういう支流のとこを選んで、今これ支流で言うたらこれが下流域になるさがいね、だからその下流域チェックして当たりないし、次中流域チェックして上流域チェックする、それでなんか答えが出てからまたダム全体の中流下流っていうやつに当てはめていってもええし、とりあえずはね今んとこまだこれが時間かかるよね。今1時間半ぐらいチェックしてて、あ、これ全く初めての場所で1匹目の魚が釣れるまでがめちゃめちゃドキドキするよな。なんかが当たってくれた時にはめちゃ嬉しいはずや。さあ、ここはまたこう一個支流上がってきた中でまた別れがあって、その合流点やね。この風の当たらへんとこで平和でね、風の当たらへんとこは平和でな。でも魚も当たらへん。この頃釣り場に川が多いのはなんでやろ。ガーコ、ネキ来てもお前食いもんないぞ。どうですか、釣れました、はい、釣れましたか。ほんの、まだ釣れたいう人に会わへんな。そこら辺のフラットとかはなんか卵産むのには持ってこいよ思うんだけどな。それの一段下とかにいいのかな。あ、あんなとこイタチ歩いとる。ほら、あの石垣積んだら左かい回りとる。トンビがなんか美味しいもん加えとる。魚やな。ウグイスは鳴いとる。一丁前にウグイスは鳴いとる。うわー、ほんま、ええ声で鳴いとる。うめウグイス、うめウグイスはあんねんけどな、うめウグイスはあんねんけどな、バスがないやんけ。バスが、はあ、ほんまこの中流域があれで絶対に当たる思てんのに当たらへんな。
まだまだあれなのかな、赤いんかな。こんなちっちゃい小魚をハスが追いかけてる。これぐらいパシャ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 。その下にでかいバスがいる。ちゃうか、全然釣れる気がせんようになってきた。こんだけ要所要所やって何にも当たれ。もう景色的にはええとこがいっぱいあんねんけど、ああ何やろ、何なんだ。さあ今がね、4時、6時間半七川ダムやってみたんですけどね、結局僕には魚触れへんかったね。もうこの3月に入ってね、中流域だから本流筋はまだ触ってないんですよね。支流の方の中流域がメインかなって思って、そこを徹底してやったけど、あたりがのって、でラスト1時間半こっちダムサイド側、ひょっとしたらまだ冬場にの場所にいるのかなと思ってやったけども、触らへん。そして行った場所が悪いのか、いてて食わへんのかっていうのがもう最後の最後までわからへんかった。今回のこの急な冷え込みのやつで、いてて食わんようになったやつをよく食わさんかったんか、そうか、いる場所にちゃんとたどり着いてなかったそれのかっていうのがね、ちょっとわからへんかった。だから悔しいし、また来るけども、もう一日しようかっていう気にはなれへんなんか全然気配ないし、わからへんし。とりあえずね、琵琶湖の、強風から逃げてこっちへ来て、風が強でもダメやったらついてくるやろみたいなんでね、こっちに逃げてきてんけど、逃げてきた場所でもまともにこの寒さに当たってしまったし、あとはね、残るはもう一箇所頑張ってみます。よいしょ。あーでも悔しいな、あんまり腹立つ。はい、今日はここね、和歌山県、ここはね、田辺からどれぐらい走るのかな、郷川ダムです。まず今回はね、琵琶湖に出て風にやられて、でこれはもう天気図見てたらもうあとずっと風出そうやから、風が出ても釣れるダムへ行こうということで、和歌山県の潮岬のね、小沢がその上流にある七川ダムに行って叩きのめされた。今回ね、ちょうどこの取材をしようって予定を入れてた日に、戻り寒波のこのもうほんときっと最後やろね、もうすごい寒波が来て、京都市内とかね、もう大阪の市内でも、本当それからこの和歌山、もう本当に本州の最南端の部分、ここでももう積雪があるような寒さで、ほんで2箇所叩きのめされて、ほんな場所変えようということで、ここ郷川ダムね、で郷川ダムで今度はレンタルボートで、釣りをしてみようと思うんですけど、なんせね、まだ昨日の日から叩きのめされた時よりも今日の気温の方が低い。まだ朝ちょっと風が出てないんでね、上フリースでいてるんですけども、気温自体は昨日からね6度下がってると。ほんで昨日この郷川ダムで出てた人に、昨日の夜話聞いたら、大体多い人で1匹もう行くとこなんかもう今回は叩きのめされそうな感じやねんけど、とりあえず頑張ってみます。さあ、どうやらな、レンタルボートで今回は魚探なし。それはまあ水深があれやけど、分からへんのはあれやけど、水温が分からへんのかな、何度ぐらいかなっていうのは、今が8時から釣り始めです。だから七川ダムではね、ちょっと春の釣りで食わんのかなって思って、エリア的にそういうとこをやってしもたけど、
結果的にはね、ダムサイドの近くの冬の場所、そういうとこにいてた人が唯一3匹バスを釣ってた。だからちょっと今日このゴーガーではね、初め冬の釣りから始めてみよう。だからあんまりこうダムの中流部とか上流部へはいかんようにして、今これ釣り始めてるのはね、もうボート屋さんのすぐ近く、近くいうのがちょうどあのVがいっぱい見えてるとこの内側にダムサイドがあってね、このダムで一番なんちゅうかな、下流域来た。こう来たけどね、とんでもない。でかすぎる。これ。ああ外れた。ヘラ。ヘラの40センチぐらいのが素手でかかった。巻き上げるときに組んできたな思ったら。今映った？ヘラの40センチぐらいの。ヘラ釣りしてても釣れへんようなやつが。巻き上げるときに何回なまた。ヘラの40センチぐらいね。ほんでな、ヘラのごっついのは。ヘラの40センチ、うわ、3日間で初めての魚の感触がヘラやった。全然違うもん。今ラバジフーッと巻き上げてきたらアマゴがついてる。アマゴの20センチぐらいの水温低いねな。これはもう渓流の景色やな。なんもなんでもここから先は夏でしょう。8時から釣り始めて4時間、当たりもない。ヘラ1匹、ヘラ1匹です。あー、ほんまに当たれ、当たってくださいよ、ほんまに。こんイワノンの前にもなんか生き物が触ったみたいな気がしてんけどな。なんか柔らかい枝かな。違うのかな。よいしょ。中が痛なってきたぞ。あんまりにも釣れへんから。
あ、あった。あれ、あれ、あったんだ、山がやばい。沖縄半島周りとかまで。あ、なんかやった。このとこ卵産むのにほんとこの場所だな。この前にいとけよ。うおー、なんやこれ、アマゴや、やっぱし。ほら、アマゴが追いかけてるよ。25センチぐらいのアマゴに追いかけられたかな。本日3つ目の生き物や、アマゴ、ヘラ、アマゴや。おんねな、ダムの中にあのサイズのアマゴは。魚、あ、おー、魚やったようだ。ここグッて持って入った。あー、3日間で初めての当たりやのに、今のは完璧に魚ですよ。3日間で初めての当たりなのに、あだだ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 だ、最後の最後にカットしてて、まだこの場所で、あ、打ちしがれた三連タコ。琵琶湖はあかんかって、七川あかんかって、郷があかんかって、三連タコです。もう疲れた、帰る。疲れ果てた、帰るぞ。悔しいですけど終わりです。帰ろうか、帰ろう。よし。いやね、ほんま今回ね、見てもらった通り本当のたうち回ってるんですよね。ただね、もう本当にこの今年のこの3月、これとんでもないこの天候の変化ですよね。まあ、あの今年のこう冬からの始まりがね、まあ、琵琶湖にしても本当例年よりか雪が多かったりとか、そういうのがあって、3月に入ってね、ようやく春めいたかなって思うところにこの戻り寒波のきついやつ。で、琵琶湖のこう水面にはね、もう本当あの気圧の変化でこう風が出てね、釣りにまず行けないっていう日が多かったんですよね。ほんで、あと、それから、あの風が吹いてもまあ釣りができる場所っていうことで探して動いたんですけども、その動いた時にちょうど日本全国その寒波のど真ん中やったということで、結果、オールタコを食らってしまった。ね、ただね、タイミング的に琵琶湖ではそのこの3月に入って本当のスポーンのエリアには魚が動いてきてるっていう現実はあるんですよね。ただそこにこう釣りに行けるかどうかっていうのが一番問題やったんですけども、まあその釣りにこう行ってみたらどうなったかっていうのをね、見てください。さあ、ね、今回、この分のね、取材いうか、このロケはね、ほんまにのたうち回ってる。今日が3月の17日、ちょうどこう戻り寒波のきついやつが来てね、こう水温が一旦上がった後にガンと下がってしまって、もうどこ行っても釣れへん状態みたいな。で、実際今日まだ琵琶湖へこれ出てるんですけども、昨日 JB の試合があってね、ワールド戦です。参加がね600人弱、
南湖でね魚持って帰ってきたんが45人やったから僕もそのノーフィッシュ組の一人で、ほんで今年からノーフィッシュはね次の日試合出られないんですよ。でちょうどこう目いっぱいのこの取材の時間が空いたからまたこうやってねもう一回出てきたんやけど、だから本当になんか今年この3月の初めの戻り寒波がこういろんな釣り場をこう一瞬釣れない状態にしてしもてんね。ね、ここもね、今ついて水温自体は今8度です。だからあの寒波の後からでは1度は上がってるんですよね。ほんで2月の魚がすごくこういう釣り方で釣れてた時の水温がね 6.9 とか 7.2、 それから比べると上がってるようには思うんやけどね。ただもっと上がったとこから下がって今やっと戻りかけてね、戻り始めて1日2日っていう感じやから、本当にこれが落ち着いてくれんとちょっとその魚が一旦2月の中旬早い時に春の場所ちょっとシャロー気味なとこへ行ったとこに今年は寒波が来たから、そっからの杭の止まったやつがね本当にどう釣っていってええにゃいうのがね分からへんですよ。だから昨日の JB の試合みたいに600人近い人間が何個だけをローラーかけてやると、まあ口使ってくれるやつにそれでも45人やからね当たってんのが、ただその春めいた釣りと冬の釣り、それをこうどうミックスさすんか、どうそっちへ、どっちの方向かやね、その春の方向か冬の方向か、その季節のそのカレンダー的な日にち、3月の何日やっていう感じでそのカレンダー的な日にちで合わせるの違って、それが難しいよね。どっちほんでどっちにしても釣りづらい時やから、どっちか押し進む方向を間違うたらもう全然魚触れへんし、だからここのエリアで言うたらこれ大きなちょっとしたこう湾になってて、ほんでその湾の一番外側にこういうテトラがあって、ほんでスポーンに入ってくるバスが一旦このテトラで止まってっていう、その何て言うか理想的な動きの中でやったらそうやねんし、ほんで2月の中にここででかい魚、そのスポーンに向こうてるやろっていうでかい魚がこういうサスペンドのミノーで釣れてたんですよね。ほんでそっから水温がちょっと上がり始めたところに寒波が来てっていうやつやから、この間からチェックし忘れてんねんけど、ひょっとしたらそこから水温が上がり始めた時に一旦あの内側そのシャロー側へ魚がひょっとして動いて、で動いた時に寒波が来てそこから深い方へ戻るっていう考え方と、戻らんとそこでそのエリアで耐えてる、で耐えてて食わへん、その2つが考えられて、こっち側へまた戻ってきてるやろっていう感じで、この間からずっとこっちの外側をチェックして、ほんであとまた同様のエリアを移動してんねんね。だからあのうちのシャローのチェックっていうのはしてないんですよね。だからちょっと今頭の中であんのは、ひょっとしてあっちで浅い方で止まってんのちゃうかな、そういう気があるさけに、ほんでこれから釣っていくのにちょっと時間的に無駄かもしれんけど、向こうのシャローチェックをしとくと
あっちでもし魚が釣れたらね、あ、朝日は上がってそこでタフテニアっていうことが考えられるし、ね、釣れへんかったらまたそのスポーンのエリアのねちょっと外っか、それよりかはもっと外っか、そっち側へ釣りを展開していけるし、ちょっとここ打ってからまだ早いって思うけど、あの浅い方をちょっとチェックする。でそっちへ行こうかな思ってるうちに、この外側で釣れてくれたらねまた展開変わんねんけど、そういうことをいっぱいなんか考えてんのがね、イライラするけどねおもろいねんね。それがこう表行くことが当たっていった時がね、クランクベイトか、よしよし、これを持ってちょっとあの浅い方へ、例年ねここのこういうエリアもシャロークランクとかでひょっとしてって思ってチェックするのはね3月の後半からなんですよね。ここの釣り場自体が琵琶湖の中では中間、その東西南北の、あの南北でいうとちょうど真ん中あたりなんで、こうスポーンとかが起きてくる順番がね何個から比べると遅いんで、私この外にあるあの防波堤、あれからしてこれはうちのこういう防波堤が石積みで、この内側にスポーンのエリアがあるし、だからスポーンのエリアに入るとこにもう一つ外にこういう場所があって、そういうとこでこう止まらへんかなっていうやつ、ベッドのエリアのもう一つ外、それは幅的にはここは広い湾なんで、その一番沖合のその1回止まるかなっていう場所とここの2回目止まるかなっていうところまではこうなだらかな底の状態で深さの変化がね、ここが1メーター少しで、あの沖のテトラが3メーター、それがこう来てるのがもう距離的に行くと200メーター以上あるよね。だからそういう場所と今度は岩場みたいにその止まる場所からスポーンの場所までの幅はね、言ったら5メーターあるかないか、まあ行っても10メーターまでの幅、その中で水深が変わっていく。ここはもうその突き場の水深が変わっていく幅が200メーター以上ある。でも考え方は一緒ですよ、その段階段階で止まっていくやつを探していくんやから。やっぱり南湖と比べると水温は低いね。昨日南湖でこれと同じような条件の場所は水温が 9.6 あったからね、今ここがね 8.8 です。ほぼキロ数にしてたやろ、20キロ離れてて北へ向いて1度違うんだよね。だから琵琶湖が縦に58キロやから、同じ琵琶湖っていう呼び方しててもその場所で全く別の世界だね、その季節の進み具合は。よっぽどその例えば春やった春っていうど真ん中の時に当たらん限り、夏やったら夏っていうやつで
エリアエリアでその微妙なズレが。ほんで外側を引いてみたけど、クランクに反応するようなやつはいい品があったっすね。魚がいんのかいい品のかじゃなくて、クランクに反応するやつがいい品があった。それでシャローカーをクランクとちょっとワームでチェックしたけど、ねえ反応がないから、まだ元の釣りに戻ってちょっと動きます。場所移動です。ここはもう岸のね、ああいう岩場が水中に入らしてる岬で、すごいこう場所的には有名なとこなんですよね。だから毎回チェックには入るけども、ささげにここもね、ここに来たら釣れるとか言うんじゃなくて、その時にさ、いるバスがね、どの水深についてんや、そこがここに寄ってきてんのが、もうそれ次第で釣果は変わるから、こういう変化のある場所に魚がね、季節的に寄ってきてるくれてる時、そんな時にさ、初めてこの釣り場でどの深さに魚がついてんやとかね、どういう釣り方がええんやっていう会話になんねんけど、でさっきやってたちょっと南のエリアから、今キロ数にしたら1.5 キロぐらいかな、上へ上がっただけで水温がまた 7.6 へ下がってしまってるし、まあ先のとこはすごいシャロー側やからね、水温が上がっててもあれやけど、平均的にやっぱしまだ水温がきっちり上がりきってないよね。でもこの 7.6 っていうのは2月に釣れてた水温よりかは高いんやけどな。ささげにこの釣り場の場所とか釣り方とか、そういう以前にやっぱしこの魚がその釣り場にちゃんとコンディションよう来てるか来てへんかやね。そこでなんかこうすごい簡単に釣れる時っていうのは、それが全て覆ってる時やね。だから技でも何でもないねんね、場所とその釣り方とで魚のその状態がその季節に覆ってる、そういう時は全然人間の方に腕がいらんから楽に釣れんねんけど、どうもさか今この戻りカンパでそれが全て狂ってるみたいなね。よいしょ、で今はねちょっと釣り始めてからの感じで冬の釣りに戻してる、ちょっとラバージグで深めの場所の深めっていうのもね、水深的に何メーターって深いとか言うんじゃなくて、狙いに行ってる場所の中で、例えばここやったら岸からこの今僕がラバジグ入れてるとこが5メーターライン、でこう春に向けての冬の時にバスがこういうラインへ来てから次3のラインへ上がってっていうのが僕の中ではイメージであって、その3のラインに上がってくれた時からはステーシーの釣りをするし、それからちょっとその手前こういうエリアに寄ってきた時に1回目に止まる深さ、
その深さをちょっとラバー軸で探っていく。でこれでこの深さでラバー軸で食わへんかったらもう一回別のチェックするのはそこで上向けに変えていったりとかね、そういうチェックの仕方もあるけど、みたいな気がしたけど、で今ラバージグでやったその水深ここやった棒のとこにこう枯れ残りいうんか、これからまたそこから芽が出てくる。ウイドのラインが残ってるし、そのウイドのラインのとこ、これヘビツね、そのウイドの枯れ残りの上ジグヘッド落としていくっていうのも一つの手やねんけどね。あの本来やったら僕の好きなやったらそれをするんだけど、今日の場合はねちょっとねこう釣っていくのにね時間的余裕がないんですよね。お昼に上がらなあかんっていう条件が朝芸に、だからちょっとジグヘッドよりかはテンポ用そのラインをチェックできる。だから普通のちっちゃい常にするよりかはヘビ常の方がきっちりそこ取りながらそのライン上は一回通してこれるから、来た。おー、ここ浅いとこにおった。来た。上がっとった。でかい。うわ、でか。いやー、キャラキャラ。やっちゃ。これはでかすぎる。うわー、これはでかすぎる。ネットに手がいった。ネットに手がいったけど。ほら、入った。外れた。あんだけ苦労して下をやってたのに、今、魚出たのはね、岩からすぐでしょ、ほら。これ、ボトムのこの変化をこれしたらね、今これがこれで映る、はい、ちょっと水で濡れてあげた。これで4m60、今4m70、だいたいその5のラインをずっとラバージグやってきてて、ほんでそのラバージグに反応がないし、でエリア的にここはあのスポーンのそういう魚の集まるとこやから、だから、今度またステーシーに持ち替えて、これでこっからね、今魚が釣れたとこ、釣れた場所やね、釣れた場所は魚団かけていったら、これでだんだんこう水深が変わってきますよね。変わってきて、そしてさっき僕が言ってたみたいに、この琵琶湖のこの岩場のラインで3っていうのが肝で、その3のライン上をうろうろし始めるとこっていうのがこっから来て、これですよね、このこっからぼっても盛り上がるとこ 3.2 ってなって、こっから急にうーっと上がりますよね。 2.5、 もう1メーターから違ってきて 2.3、 ほんでもうここで底が、ここで 1.8、
うん、で実際もそこが岸、こうずーっとカメラ上げていったらもうそこが岸ね。でそこが岸で、この距離感でこのボトムがもう今度1メーターあるかないか。で水の中にはこうやって岩がゴロゴロ見えてて、岩がゴロ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 見えてて、ほんでもう岸沿いでもああいう岩がゴロゴロしてそこにしてて、ほんでこういうところのとこでベッドを作るのにこう寄ってきたやつが、だから今のこういう感じやね。だからここが5のラインで、5からこう3の変化があって、ここ浅いとこベッド作るラインで、この3のラインにうろうろし始めた時にこの部分、こうこの3にきつう変わるこの部分のとこ、これをステージを下ろしてきたら反応する。ほんで寄ってきた時はここでラバージグ、だから真冬の時はまたエリアが違うんですね。ここのスポットでは魚はいい、よそから集まってくるから、だから集まってきたやつの2月の初め頃からやったらここでラバージグ、ほんでその後ここでステーシー、ほんでベッドのとこっていう釣りになる。さかいにちょうど今その3のラインのとこでこうステーシーが通った時、だから浅いとこからステーシーが1匹2匹目で通った時に来てるから、ほらポンゴモゴ、ああこれなあ、ほんまにマスターもこっち側とかであったらこれ一本で勝てんのにな。マスターどうやろな、今日みんな釣れてんやろか。はい、ね、こういう形でやっぱしあのいる場所でこう正しい釣り方を当てた時には答えが出るっていうことなんですけども、ただね、琵琶湖の場合本当にまだまだ釣りづらいっていう会話は続いてたわけですよね。ほんで今このスタジオこれを撮ってる、瞬間なんですけども、やっぱしまだね琵琶湖全体的には釣りづらい状態が続いてるんですよ。その琵琶湖が釣りづらい状態に続いてるっていう中で、僕この、2、3日前この3月の終わりなんですけども、霞北浦の方へちょっと釣りに行ってたんですけども、やはりね同じ大きな湖でも霞北浦の場合はシャローエリア、それに例えばつながってる流れ込んでる水路なり川なりっていうのはね、すごい水温の上がり方がやっぱ早いんですよね。その分こう安定して、同じ例えば地元の方はね釣りづらいって言うてはるんですけども、僕らその琵琶湖の今の釣りづらさから比べると、そのシャローで水温の上がってるエリア、その霞北浦で釣りをすると、魚は琵琶湖で釣るやっぱり4倍5倍っていう形で魚釣れてしまうんですよね。だからやっぱしね、そのちょっと釣りづらい時にはちょっとでもその季節感が前へ進んでるエリア、そういう場所へねこう進んで釣り場を変えていくと、結果はようなると。だからまあ自分の好きな釣り場に行くっていうのもある。